坂町駅は、新潟県村上市坂町にある、東日本旅客鉄道の駅である。当駅の所属線である、上越本線と、当駅を終点とする米坂線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。上越本線の特急、稲穂全列車、快速、紅花が停車する。島式ホーム2面4線を有する地上駅。両ホームと東側にある駅舎は、 五線橋で連絡しており、駅舎側から1番線、2番線の順になっている。村上駅管理の業務委託駅で、駅長は配置されていない。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は514人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。当駅関川村エリアのバス路線図もよりの、停留所は、駅前の、 坂町駅前バス停になる。2018年4月1日現在、新潟交通観光バスにより、当駅と下関を結ぶ路線バスが平日のみ運行されている。また、当駅周辺エリアは、村上市の運行する乗り合いタクシーの乗降地となっている。このほか、当駅の北西側徒歩10分ほどの村上市、荒川支所からは、新潟市内の医療機関と結ばれる高速乗り合い。 タクシーを利用できる、注車区店ありがとうございます。